11月に降る雪っていうのは本当に珍しいということで、私も起きた瞬間あの窓の外がね大粒の雪が降っていた時にはすごくびっくりしたんですけれども、まあでも今日はね一転いいお天気になっています。あの日差しがあるところはポカポカと気持ちのいい天気、暖かさなんですけれども、日陰に入るとやっぱり寒いですね。あの今朝はこの冬一番の寒さだったらしいですからね、皆さん風邪などひかないようにね、この後も暖かくしてお過ごしいただきたいと思います。そして雪の方はね、場所によってはもうすっかり溶けているところもあるんですけれども、日が当たらないところはねまだ残っていたりとか、結構凍ってしまっている場所もねまだあるみたいですので、外出される際にはね十分お気をつけください。さあそれでは今日のメニューからご紹介していきましょう。4時台の前半では地域の話題、快適生活ラジオショッピングでは今日は海鮮松前漬け3種をご紹介します。4時台後半では365日の誕生花のコーナー、そして毎週バリの情報、旅白書の情報をお届けしているファインステージのコーナー、4時台最後は相川町インフォメーション、5時台前半では地域の話題、町緑校舎情報、後半ではピザーラお届け情報、そして相模原インフォメーション、6時台では後半に全国のニュース、そして最後は東京町田インフォメーションとお送りします。番組中天気予報は30分おきに、交通情報は4時台は30分おきに、5時台と6時台は15分おきにお送りしますので、ドライバーの皆さんこちらの情報もチェックしてください。それでは今日も最後までどうぞお付き合いください。この後は交通情報と天気予報からお伝えします。交通情報と天気予報、今日も伝えてくれるのは柴田千佳さんです。よろしくお願いします。お願いします。それではまずはじめに道路状況をお伝えします。国道16号線横浜方面、橋本五差路小淵でともに1キロ、反対方向八王子方面、宇野森小淵相模原駅入り口でそれぞれ1キロ、国道129号線厚木方面金田で1キロ、県道座間大和線相模原方面小松原で1キロ、北里通り国道16号方面へ向かう車浅溝台入り口で1キロ、村富線矢部方面相模原公園入り口で1キロ、反対方向座間方面総武台団地入り口で1キロ、おしまいに市道小淵浅溝台線です。小淵方面小淵駅入り口で1キロ渋滞しています。続いて電車の情報です。この時間周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。交通情報でした。続いて天気予報です。今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。この後1ミリ以上の雨の降る確率はこれから夜にかけて 10%、 深夜は 0% となっています。続いて明日の天気は晴れで夕方から曇りでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は午前中まで 0% となっています。明日朝の予想最低気温は1度、日中の最高気温は12度の予想です。天気予報でした。はい、交通情報と天気予報は柴田千佳さんでした。さあ日が傾くのがねだいぶ早くなったんですけれども、もう4時を回った時点でだいぶ西日が眩しくなってきていますね。ドライバーの皆さん、場所によっては視界が悪くなり大変危険です。これ後も安全運転をお続けください。次の交通情報と天気予報は4時30分ごろお伝えします。
改めまして FM ホット839をお聞きの皆さん、そしてユーストリームでご覧の皆さん、こんにちは、古谷香織です。さあ本当にね、昨日は雪が降ってびっくりされた方も多かったんじゃないでしょうか。東京で11月に初雪が観測されたのは1962年以来の54年ぶり。そしてね、11月の積雪は観測史上初だそうです。私もね、朝起きてこう窓の外を見た瞬間、大粒の、結構もう大粒の雪が降っていて、もうこれは積もるんだろうなって思いました。で、しばらくしてもう一回外を見たら、やっぱりね、屋根とか車とか、あと植木とかがもうすでに白くなっていて、ねえ、なんか雪が降るとやっぱりね、出かけるとなると交通、電車とか大丈夫かなって心配したりとか、やっぱりちょっとね、心配なことがこう先に思い浮かんでしまうんですけれども、でもなんとなくワクワクしてしまうっていうのは、やっぱり子どもの頃と変わらないですね。昨日外出された皆さんは大丈夫だったでしょうか。先ほども言いましたけれども、まだね、道路ちょっと雪が残っていたり、凍っているところもあるみたいなので気をつけてくださいね。ということで、昨日は11月の雪に私はびっくりしたんですけれども、今日のメッセージテーマ、びっくりしたことというテーマでね、メッセージ募集していきたいと思います。皆さんは最近びっくりしたこと何かありましたか？ぜひ番組の方まで教えてください。メールの方は 839@fmhot.jp 839@fmhot.jp です。ファックスの方は 042-776-0839 042-776-0839 です。そして FM ホット839のホームページには番組へのメッセージフォームもありますので、こちらもご利用ください。そして夕焼けホット839金曜日ではですね、リクエスト、曲のリクエストも常に募集しております。80年代以降の J-POP 中心で、曲のリクエストありましたら、ぜひね、メッセージと一緒に送ってください。ということで、今日のメッセージテーマはびっくりしたこと。今日もあなたからのメッセージお待ちしています。今日1曲目にお送りする曲は、ほえちゃんからいただいたリクエストです。谷村由美で雪の朝。
ださったふえさん、メッセージも書いてきてくださっています。今日のメッセージテーマはびっくりしたこと。今日リニューアルしたアリオ橋本へ行ったのですが、予想以上に変わっていたのでびっくりしました。個人的には北海道うまいもの感が入っていたのは嬉しかったな。発言があったし、ということでリニューアルしたアリオ橋本へね行ってきたということで、いろいろ売り場とかが変わってしまったりすると、こう例えば食材のね、食品売り場とかでもこう今までと違うとお目当てのものを探すのにね時間がかかってしまったり大変ですけれども、でもねきっとリニューアルしてよくなったんだろうなということで、私も行きたいななんて思いました。いいですね、北海道うまいもの館ということで北海道の美味しいものもいっぱい食べられそうですね。お送りした曲はほえちゃんからいただいたリクエスト、谷村由美で雪の朝でした。ここで地域の話題をお送りします。まずは厚労省虐待防止の標語最優秀賞にという話題です。差し伸べてあなたのその手、いち早く。厚生労働省による本年度の児童虐待防止推進月間11月の標語募集で、泉短大児童福祉学科1年の山口さんの作品が最優秀賞に選ばれました。作品は推進月間の告知ポスターやリーフレットに使われています。泉短大では必修の社会福祉の授業で児童虐待について学び、標語作りと応募を推奨しています。幼稚園教諭を目指す山口さんも課題の一環として挑戦。児童相談所、全国共通ダイヤルの189、いち早くを使うことをまず決め、差し伸べる手が命を救うことになるという先生の言葉が心に残っていたので、すんなりと言葉が出てきたといいます。受賞の知らせはびっくりしたと同時に嬉しい。将来に向けて励みになりますと笑顔で語っていました。続いて、模擬強盗訓練で行員が対策学ぶという話題です。強盗事件への対応策を学んでもらおうと、相模原北署は22日、三菱東京 UFJ 銀行橋本支店で模擬強盗訓練を行いました。署員一人が強盗犯に扮し、業務終了後の店に押し入ったとの想定で行われました。短銃を持った犯人役が行員に手提げバッグを渡し、現金を入れろと脅迫。行員が模擬紙幣を入れて返すと店外へ逃走しました。犯人逃走後は110番通報したり、犯人の特徴を捉えて警察官に説明したりと、役割や対応のポイントを改めて確認。店内の構造上の死角も明らかになり、相模原北署の担当者は年末に向けて強盗などの犯罪が多発するので注意してと呼びかけていました。ということで模擬強盗訓練が行われたということです。実際にこうシミュレーションしながらこういう訓練を行うことで改めて、資格も明らかになったり、もっとこうした方がいいというね対策も、出てくるということで、やっぱりこういう訓練っていうことは大事ですよね。以上、地域の話題をお送りしました。
さあ、ここからは0120-68-1288快適生活ラジオショッピング。今年もこの季節がやってきました。一年の締めくくりとなるこの時期に、華やかな冬の味覚を味わい尽くすごちそうグルメ、本場海鮮松前漬けの登場です。今年もとびっきり豪華で美味しい松前漬けができました。丸ごと一本葉の数の子がゴロゴロ入った数の子入り松前漬け、大きくて見事な数の子を北海道産の真昆布とガゴメ昆布、イカなどを一緒にこだわりの醤油にじっくりと漬け込んだ自慢の一品です。お箸で持ちきれないほど丸々一本葉の大きな数の子を思いっきり頬張ると、海の旨味と甘みがぎゅっと凝縮された上品な出汁がお口いっぱいに広がります。この豊かな風味を余すことなく五感で味わい尽くしてください。噛めば噛むほどじゅわじゅわーっと海の美味しさが広がります。歯ごたえも抜群です。一噛みすればコリコリポリポリじゅわじゅわ、つぶつぶの一つ一つがお口の中でプチプチっと絶妙に弾けます。黄金色にキラキラ輝く大ぶりの数の子の周りに、繊細な昆布とイカがふわりと寄り添い、キリリと粋な赤の鷹の爪が鮮やかさを添え、見た目も堂々たる華やかさです。目で楽しく、音で楽しく、食感も素晴らしい松前漬け、お酒の魚や白いご飯のお供に箸が止まりません。2杯目はぜひ別のお味で楽しんでください。今度は長い足が自慢のズワイガニ。このズワイガニの足の柔らかくて甘いむき身を詰め込んだズワイガニ入り松前漬け、ほんのり赤いプリプリのカニの身に、噛めば噛むほど美味しい出汁が出る昆布のハーモニー、この豪華さ、めでたさ、上品さ、まさに大人のための松前漬けと言ってもいいでしょう。3杯目はお子様も大好き、プリプリに弾けそうな肉厚のホタテがゴロゴロたっぷり入ったホタテ入り松前漬けです。お茶漬けにしてホタテ茶漬け、炊き込みご飯にすると海の旨味がぎゅっと凝縮された味わい豊かなごちそうになりますよ。今日はこの3つの松前漬けをたっぷりとお届けします。数の子入り、ズワイガニ入り、そしてホタテ入りの松前漬け、すべて 500g 入りのパックにぎゅうぎゅうに詰め込みました。 500g が3パック、 1.5kg でお届けします。でも今日はこれだけでは終わりません。今すぐ食べたいという皆様の声にお応えし、感謝の気持ちを込めて、数の子入り、ズワイガニ入り、ホタテ入り、松前漬け、それぞれもう 500g ずつプラスして倍のボリューム、合計3キロです。そしてお値段はずっしり3キロで8500円。なのですが、今日は今すぐのご注文がお得な今得割で、1000円引きのお値引き、お値段で7500円でのご提供です。冬のごちそうグルメをお得に味わう大チャンス、この機会にぜひお召し上がりください。今お申し込みいただくのが断然お得です。華やかな冬の味覚を味わい尽くすごちそうグルメ、本場海鮮松前漬け3キロは今特割で7500円です。なお送料は別で、お値段も税別です。FM ホット839のこの放送では限定30セットとさせていただきます。お申し込みはフリーダイヤル 0120-68-1288 0120-68-1288 番。携帯電話からも0120-68-1288 番までどうぞ。今日は海鮮松前漬け3種ご紹介しました。快適生活ラジオショッピングでした。
K.I. レジェンドさんからいただいたリクエストをお届けしましょう。カントリー娘で雪景色。思わず、ああ記憶が戻ってきたと口にしてしまいました。古くからのお寺とその周りの家々が昔のままで、その街を歩いていた当時の思い出も一緒によみがえってきました。もう街が変わっていないことの方がびっくりという体験でした。ということで、なんかこれは嬉しいびっくりですね。久しぶりに行った場所ね、30年前と変わっていなかったらやっぱり嬉しいですよね。いろんな思い出もね、蘇ってきたということで、メッセージありがとうございました。さあ、まだ
あなたからのメッセージお待ちしています。今日のメッセージテーマはびっくりしたことです。メールの方は 839@fmhot.jp、 ファックスの方は 042-776-0839。 FM ホット839のホームページには番組へのメッセージフォームもありますのでご利用ください。お送りした曲はプラレールさんからいただいたリクエスト、沢田研二でコバルトの季節の中ででした。時刻は4時30分を回りました。夕焼けホット839、毎週金曜日は古谷香織が担当しています。それではこの時間の交通情報と天気予報、柴田千佳さんお願いします。はい、お伝えします。まずはじめに道路状況です。国道16号線横浜方面、橋本御佐路小淵でともに1キロ、反対方向八王子方面、宇野森小淵相模原駅入り口でそれぞれ1キロ、国道129号線八王子方面橋本御佐路で1キロ、反対方向厚木方面関口金田でともに1キロ、町田街道横浜方面町田市滝の沢で1キロ、反対方向相原方面中央橋北で1キロ、木曽で2キロ。北里通りです。国道16号方面へ向かう車、浅溝台入り口で1キロ、反対方向昭和橋方面は大沼で1キロ。おしまいに市道小淵浅溝台線です。小淵方面小淵駅入り口で1キロ渋滞しています。続いて電車の情報です。この時間周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。交通情報でした。続いて天気予報です。今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。このあと1ミリ以上の雨の降る確率はこれから夜にかけて 10%、 深夜は 0% となっています。続いて明日の天気は晴れで夕方から曇りでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は午前中まで 0% となっています。明日朝の予想最低気温は1度、日中の最高気温は12度の予想です。天気予報でした。交通情報と天気予報は柴田千佳さんでした。ドライバーの皆さん、シートベルトをしっかりと締めてこの後も安全運転をお続けください。次の交通情報と天気予報は5時頃お伝えします。
365日の誕生花のコーナーです。365日、その日にちなんだ花があります。それを誕生花と言います。誕生花の由来はギリシャ、ローマの神話時代に遡ります。その頃、花や木々は神秘的な力や神からのメッセージを宿すものと考えられていたそうです。このコーナーではそんな誕生花をご紹介します。今日11月25日の誕生花はパンパスグラス、イネ科の多年草です。パンパスとは草原、平原のこと。自生地の南米では日本のススキのように茂っているのでしょう。穂が銀白色なため和名は白金ヨシとも言われています。花言葉は光り輝くと書いて光輝。栽培方法は株分けで増やします。植え付けは4月から5月、日当たりと排水の良いやや乾燥気味のところを好みます。丈夫で作りやすい植物ですが、寒さには弱く、関東より北での栽培は困難です。開花期は9月から11月、草丈3メートルぐらいの大型で、切り花やドライフラワーとして利用されます。今日生まれのあなたは、好調な時はいいのですが、不調になると人に責任転嫁して逃げてしまいがちです。辛い時も逃げないこと、前向きな姿勢で取り組めば困難を解決できます。ちなみに今日11月25日生まれの有名人は、お笑い芸人ダチョウ倶楽部の寺門ジモンさん、歌手の椎名林檎さん、俳優の伊藤敦史さんなどがいます。このパンパスグラスという名前は私は初めて知ったんですけれども、この植物はね、見たことありました。あのススキのような植物に見えるんですけれども、すごく大きいなっていうのが印象的で、よく車を走らせていても中央分離帯で、あの草がたくさん生えているようなところでね、見かけたことがあります。ちょうど今の時期にね、見られるということですので、このふわふわのパンパスグラス、ぜひ探してみてください。11月25日の誕生花はパンパスグラスでした。誕生花はその解釈によって複数存在します。365日の誕生花では、そのうちの一つをご紹介しています。参考になさってください。365日の誕生花のコーナーでした。毎週バリの情報と旅白書の情報をお届けしているファインステージのコーナーです。
このコーナーではステージ21の下田社長に電話でお話をお伺いしているんですけれども、最近というかいつもね常にお忙しい方ではあるんですが、今日もちょっとお仕事中でちょっとね電話をつなげられないということですので、下田社長が書かれているバリブログの中から今日はバリの情報をお伝えしたいと思います。まず一つ目の話題は緊急出動。黒母艦からタバナンに向かっているとき、急に車速が落ち、渋滞し始めた。遠くに赤い大型車が見える。火事に遭遇しました。車道の一車線を止め、片側車線を使い、交互に通行させている。道路は水浸し。ベンジョールがかかっているところを見ると、家でお祭りをしている最中に起こった火災なのだろう。家の前を通り抜けるとそれが結婚式だとわかる。もう火は鎮火されたようだ。人の不幸を喜ぶわけではないが、消防車や救急車などの緊急出動を見るとバリなかなかやるじゃんと嬉しくなってしまう。タバナンからの帰り道、同じ道を通ると中には椅子がたくさん並べられ、結婚式のセレモニーの真っ最中、大勢の出席者でにぎわっていました。先ほどまで消火活動がされていた現場とは思えないほどの変わり身の速さで、大事に至らないでよかったということで、一つ目はバリ島の、この火事が起こったんだけれども、消防車、それから救急車などの緊急出動が本当に迅速で行われるということで、先ほどまで消火活動をしていたところでね、その多分数時間後になるんだと思うんですが、予定通りに結婚式、何事もなかったように結婚式が行われている、そんな光景を見ることができたというお話でした。まあ、どこの国でもねやっぱりこういう緊急出動っていうのは、大事なことですからね、バリもそこら辺は安心できるようです。さあもう一つお届けする話題は変化するウブドという話題です。ウブドの夜景、昔じゃ考えられなかった。踊りが終わる9時ごろにはどこのお店も閉まっていて、ウブドは眠りについた町だった。月明かりや星を頼りホテルまでの夜道を歩いたものだ。最近どうしたわけか、ここはウブド？クタ？っていうほど人であふれ返っていることがある。ジャラン・モンキー・フォレストやパサール周辺が特にひどい。駐車もできないほど車が乗り入れられ、昔と趣が随分と変わった。それに伴って夜でも営業している店が多くなった。以前は飲みに行こうと言っても行く店が限られてしまったけど、最近はそんな心配もしなくてよくなった。ネオンや看板の明かりが遅くまでついているので、月明かりがなくても安心して歩けるようになった。こんなウブドがいいという人、ウブドじゃなくなったという人、昔のウブドに慣れ親しんだ人にとって、今のウブドはウブドじゃない、こんな言葉が発せられてしまう。大型観光バスがたくさんやってきて、大勢の団体客を放出して、ウブドが一息切れに飲み込まれる頃、ウブド好きの人たちは第二のウブドを探しに行かなければなりません。ということで、バリのウブド、ね、昔では考えられなかったほど人が、たくさん来るようになってしまったというねことです。まあでも人がねたくさん来てにぎわっているということで、お店などもねたくさんできているようで、まあどこのお店に飲みに行こうっていう時に困らなくはなったけれども、
やっぱり昔のウブドではなくなってしまったと残念がっている人もいるようです。そんな変化するウブドの話題でした。さあ今日は下田社長が書かれたバリブログの中から2つバリの情報をお届けしました。下田社長が書かれているバリブログ、ぜひインターネットなどでご覧になってみてください。カタカナでバリコラと検索していただきますと出てきます。そして下田社長の会社ステージ21のページには旅白書に関する情報も載っています。こちらもぜひ合わせてご覧になってみてください。ステージ21、カタカナでステージ数字の21で検索していただきますと、会社のホームページ、それからフェイスブックのページなども出てきます。こちらのページもぜひご覧ください。それからこのコーナーでは下田社長に聞きたい質問も募集しております。バリに関する質問、それから旅白書に関する質問でも構いません。メールの方は839@fmhot.jp 839@fmhot.jp、 ファックスの方は042-776-0839 042-776-0839。そして FM ホット839のホームページには番組へのメッセージフォームもありますので、こちらもご利用ください。以上、毎週バリの情報と旅白書の情報をお届けしているファインステージのコーナーでした。トマトさんからいただいたリクエストをお届けしましょう。ミスター・チルドレンで終わりなき旅。リクエストくださったトマトさん、メッセージも書いてきてくださっています。今日の熱海駅ビルオープン記念式典にすごい人がいたことですかね。熱海ではオープン式典などでも興味がなければ集まらないのですが、駅ビルは熱海初出店のお店が多く、駅を利用していた方、地元民の方で多くにぎわいました。入場制限もかけられるほどでしたし、もちろん周りの駐車場も満車、ね、熱海が活気づきますということで、駅ビルがねオープンしたんですか。
いろんなお店も新しく入ったということで、これからは利用するのが楽しみになりそうですね。そんなトマトさんからいただいたリクエスト、お送りした曲はミスターチルドレンで終わりなき旅でした。代わってお送りする曲は池田哲彦さんからいただいたリクエストです。中島みゆきで時代。びっくりしたことは数多くあります。最近だとやはり昨日の雪ですね。11月なのに関東で雪が降ったのにはびっくりしました。幸いにも夕方から止んでくれたので仕事には影響ありませんでした。と書いてきてくださったのは池田哲彦さん。池田哲彦さんはね、タクシーの運転手さんなのでやっぱり雪が降ってしまうと仕事に直接的にね影響ありますからね。昨日は、夕方からはね止んでくれて影響なかったということで良かったですね。さあお送りした曲は池田哲彦さんからいただいたリクエスト、中島みゆきで時代、お送りしました。この後は愛川町インフォメーションをお送りします。
今は越えてゆけるさ、昨日を待
時刻は午後5時を回りました。改めましてこんばんは、夕焼けホット839、金曜日担当の古谷香織です。いや、昼間はねそこまで寒いなとは、まあ、室内にいるとね思わなかったんですけれども、さすがにこの時間になってくると冷えてきますね。私も寒いのがあまり得意ではないので、だんだんと寒くなってくると、まあこうやって放送している間も椅子に座ってるわけなんですけれども、膝掛けをね膝にかけたり、今日なんかはマフラーを膝掛けとして使うようになっております。結構足元からね冷えてきたりします。この後もまだまだ気温下がってくるかと思いますので、皆さん風邪などひかないようにあったかくしてこの後もお過ごしくださいね。さあ、それでは5時台のメニューご紹介していきましょう。この後は地域の話題をお送りします。そしてその後が町みどり校舎情報、後半ではピザーラお届け情報、そして5時台最後は相模原インフォメーションお送りします。交通情報と天気予報は15分おきにお送りします。さあ、そして今日のメッセージテーマはびっくりしたことということで、まだまだメッセージ募集しています。メールの方は 839@fmhot.jp、 ファックスの方は 042-776-0839。 そして FM ホット839のホームページには番組へのメッセージフォームもありますので、こちらもご利用ください。メッセージリクエストまだまだお待ちしています。それではこの後は交通情報と天気予報からお伝えします。最新の交通情報と天気予報を伝えてくれるのは柴田千佳さんです。よろしくお願いします。はい、それではまずはじめに道路状況をお伝えします。国道16号線横浜方面、橋本御砂路、小淵、宇野森でそれぞれ1キロ、反対方向八王子方面、中和田、宇野森、小淵でそれぞれ1キロ、国道246号線渋谷方面、厚木市文化会館前で1キロ、変わって国道129号線八王子方面、橋本御砂路で1キロ、反対方向厚木方面、関口、金田でともに1キロ、町田街道相原方面、町田市中央橋北で1キロ、木曽で2キロ、県道座間大和線相模原方面、小松原で1キロ、鶴川街道相模原方面、金井入り口で1キロ、北里通りです。国道16号方面へ向かう車、宇野森で1キロ、村富線矢部方面、星ヶ丘で1キロ、おしまいに市道小淵浅溝台線です。小淵方面、小淵駅入り口で1キロ渋滞しています。続いて電車の情報です。この時間周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。交通情報でした。続いて天気予報です。今夜の天気は晴れでしょう。今夜この後の1ミリ以上の雨の降る確率は 10% となっています。続いて明日の天気は晴れで、夕方から曇りでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は午前中は 0%、 お昼から夕方までは 10% となっています。明日朝の予想最低気温は2度、日中の最高気温は12度の予想です。天気予報でした。はい、明日の朝予想最低気温2度ということで、かなりね寒くなりそうです。あったかくしてお休みください。さあ、柴千佳ちゃん、今日のメッセージテーマびっくりしたことなんですけれども、はい、柴千佳ちゃんは何かありますか？友達のコミュニケーション能力の高さに驚きました。お、というのは？というのも人違いで街中ですれ違った人と仲良くなって、うん、そのまま連絡先を交換しておしゃべりするという、人違いなのに、人違いでお互い、うん、お互い人違いで、何、あ、あ、
あでも近づいてみたら、あ全然違う人でした。そこから仲良くなっちゃうっていうことがあるんで、はい、しかもその友達は、うん、私と出会った時は人見知りだったんですよ、その人見知りを克服して、うん、今そこまでコミュニケーションできてるのですごいなと驚いてます。それはちょっと羨ましいくらいですね、うん、そうなんですね、はい、わかりました。それは本当にびっくりですね、はい、じゃあしばちかちゃん、この後もよろしくお願いします。はい、お願いします。さあ5時台からは交通情報15分おきです。次の交通情報5時15分頃です。全国瞬時警報システム J アラート試験放送のお知らせです。 J アラートとは、地震や武力攻撃など対処に時間的余裕のない事態が発生した時に、国からの情報をひばり放送や FM ホット839などを通じて伝えるものです。今回、緊急時の情報を確実に伝えるため、全国一斉の試験放送を実施します。日時は11月29日火曜日午前11時頃、これはテストですという音声を3回繰り返し放送します。日時は11月29日火曜日の午前11時頃から、これはテストですという音声を3回繰り返し放送します。詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは緊急対策課、電話番号 042-707-7044、 042-707-7044 へお願いします。また、町田市では町田市防災行政無線やメール配信サービスに登録されている方には、メールにより情報が伝えられます。全国瞬時警報システム J アラート試験放送のお知らせでした。5時台もリクエストいただいた曲をお届けしていきます。ミュージックボックスさんからいただいたリクエスト、スーパーフライで魂レボリューション。止まらない時間の中
クエストくださったミュージックボックスさんもメッセージ書いてきてくださっています。びっくりしたこと、最近のコンサートって当日会場に行くまで座席って分かりませんよね。あるコンサートでは最前列でびっくりポンでしたということで、最前列っていうのはいいですね。私は今までまだ一度も経験したことないです。嬉しいびっくりでしたね。さあ、そんなミュージックボックスさんからいただいたリクエスト、お送りした曲はスーパーフライで魂レボリューションでした。代わってお送りする曲はキューちゃんからいただいたリクエストです。昨日あんなに雪が降ったのには驚きました。今からこんなに寒いのでは先が思いやられます。しかしもっと驚いたのは、金曜ホットの11月の放送は今日が最後なんですね。次回は12月、始末じゃないですか。やばいな、まだ何も準備していない。本当ですね、あっという間に2016年終わっちゃいそうです。お送りする曲はグレーでウィンターアゲイン。お送りした曲は、Qちゃんからいただいたリクエスト、グレーでウィンターアゲインでした。時刻は5時15分を回りました。この時間の交通情報をお送りします。それでは柴田千佳さん、お願いします。はい、お伝えします。まずはじめに道路状況です。国道16号線横浜方面、橋本五差路、小淵、宇野森でそれぞれ1キロ、反対方向八王子方面、中和田、宇野森でともに1キロ、国道246号線渋谷方面、厚木市文化会館前で1キロ、町田街道横浜方面、町田市滝の沢、中央橋北でともに1キロ、反対方向、相原方面、滝の沢で1キロ、県道座間大和線、相模原方面、小松原で1キロ、鶴川街道、
相模原方面金井入り口で1キロ、おしまいに北里通りです。国道16号方面へ向かう車、浅溝台入り口で1キロ渋滞しています。続いて電車の情報です。この時間、周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。交通情報でした。はい、交通情報は柴田千佳さんでした。さあ、外はもうすっかりと暗くなっていますが、ドライバーの皆さん、車のライトをしっかりとつけていますか？時々ね、ライトをつけないまま走ってる車を見かけることがあります。つけ忘れに十分注意して、この後も安全運転お続けください。次の交通情報は5時30分頃お伝えします。 CM の後は町緑校舎情報をお送りします。山ない雨はないこと忘れ
FM ホット839、夕焼けホット839金曜日お送りしています。さあ今日のメッセージテーマはびっくりしたことというねテーマでメッセージ募集しています。世界の本田さん、ありがとうございます。10年ぶりに会った姪っ子が高校生になり、身長がほとんど同じくらいになっていてびっくりしました。ニューヨークに住んでいて SNS などで写真は見ていたのですが、実際に会うとすっかり大きくなっていて驚きました。と同時に自分も年を取ったなぁとつくづく思い知らされました。ねえ、10年ぶりに会ったということで、しかも今高校生ということで、まあどんどん成長する時期ですもんね、この10年っていうのはね。やっぱり前に会った10年前よりも大きくなっていて、でもこれもやっぱり嬉しい驚きですよね、成長っていうのはね。世界の本田さん、メッセージありがとうございました。さあそれからのっちさんからもいただいています。今日びっくりしたこと、96歳のおばが室内で転倒して股関節骨折とのこと。勝ち気なおばなので一人で立ったか歩いては怪我をしている始末。5月5日にも右手首の骨折をして治ったばかりなのに、ということで、これはちょっとね本当に心配なびっくりですけれども、早くね怪我の方が良くなるといいですね。のっちさんもメッセージありがとうございました。さあまだまだあなたからのメッセージお待ちしています。今日のメッセージテーマはびっくりしたことです。メールの方は839@fmhot.jp、 ファックスの方は 042-776-0839 です。メッセージお待ちしています。ひろやじさんからいただいたリクエストをお届けしましょう。アラジンで完全無欠のロックンローラー。ひろやじさん、メッセージも書いてきてくださっています。びっくりしたこと、私は動画の PPAP で大ブレイク中のピン芸人ピコ太郎さん、現在新婚さんで、その奥様がなんと25歳年上ということ。それを聞いた我々夫婦は顔を見合わせて、相方曰く、私が息子の同級生と結婚、ありえないけど面白そうには2度びっくりですということで、まずね25歳年上ということにも驚いて、奥様の言葉にも驚いたということで、それは知りませんでした。今話題のねピコ太郎さんですからね。
ひろやじさん、メッセージリクエストありがとうございました。寒い今日はおちゃらけ路線でリクエストしますということで、お送りした曲はひろやじさんからいただいたリクエスト、アラジンで完全無欠のロックンローラーでした。 CM の後はこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。時刻は5時30分を回りました。夕焼けホット839、金曜日は古谷香織がお送りしています。それではこの時間の交通情報と天気予報、柴田千佳さんお願いします。はい、お伝えします。まずはじめに道路状況です。国道16号線横浜方面、橋本五差路、小淵、宇野森でそれぞれ1キロ、反対方向八王子方面、中和田、宇野森、橋本駅南入り口でそれぞれ1キロ。国道129号線、八王子方面、橋本五差路で1キロ。反対方向、厚木方面、関口、金田でともに1キロ。町田街道、横浜方面、町田市中央橋北で2キロ。反対方向、相原方面、木曽、小山でともに2キロ。県道座間大和線です。相模原方面、小松原で1キロ。鶴川街道、相模原方面、金井入り口で1キロ。おしまいに村富線です。座間方面は総武台団地入り口で3キロ渋滞しています。続いて電車の情報です。この時間、周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。交通情報でした。続いて天気予報です。今夜の天気は晴れでしょう。今夜この後の1ミリ以上の雨の降る確率は 10% となっています。続いて明日の天気は晴れで、夕方から曇りでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は午前中は 0%、 お昼から夕方までは 10% となっています。明日朝の予想最低気温は2度、日中の最高気温は12度の予想です。天気予報でした。はい、交通情報と天気予報は柴田千佳さんでした。ドライバーの皆さん、車間距離をよくとって、この後も安全運転お続けください。次の交通情報は5時45分ごろお伝えします。We'll be right back.
創価学会主催平和の文化と希望展少子高齢社会を生きる開催のお知らせです。世界に例を見ない速度で少子高齢化が進んでいる日本、希望を抱いて明るく生きるためにはどのような価値観の転換が必要なのか、私たちにできることは何か、子どもと高齢者に焦点を当てて考える展示企画、平和の文化と希望展少子高齢社会を生きるが開催されています。会場内では少子社会の中での子育て、子育ちと子どもや親、地域が抱える問題、高齢化社会の中での介護の多様化とそれを社会全体で支える取り組みなどを写真やイラストなどで紹介するパネル展示、その他実際に年を取ると体はどうなるのかを体験できるコーナーや動物型ロボットパロやコミュニケーションロボットパルロなど介護の現場で使われているロボットの展示コーナーなど様々な企画をご用意しております。平和の文化と希望展少子高齢社会を生きるは27日日曜日まで、開催時間は午前11時から午後8時まで、会場は相模原市中央区中央 3-12-1 にある相模原市立産業会館、 JR 横浜線相模原駅下車徒歩約20分です。入場料は無料です。ぜひ皆様お誘い合わせの上お越しください。詳しくは創価学会ホームページまたは創価学会相模原中央文化会館、電話番号042-730-1600 042-730-1600まで。創価学会から平和の文化と希望展少子高齢社会を生きる開催のお知らせでした。ハリハリ仮面ライダーさんからのリクエストです。後ろ髪引かれた絵で時の川を越えて。お送りした曲はハリハリ仮面ライダーさんからいただいたリクエスト、後ろ髪引かれた絵で時の川を越えてでした。代わってお送りする曲は津久井の俊さんからいただいたリクエストです。渚優子で
京都の恋。福井の俊さん、メッセージも書いてきてくださっています。昨日の雪、ニュースなどで54年ぶりなどと報じられているけど、60代後半の自分にとってはびっくりしません。2年前の大雪の方がびっくりしました。2月14日の大雪です。80センチ以上降りましたね。こんなに降ったのは初めてです。幼い頃は30センチくらいは頻繁に降りました。ということで、2年前のね、大雪も確かにびっくりしましたね。さあ、そんな津久井の俊さんからいただいたリクエストは、渚優子で京都の恋でした。代わってお送りする曲は、水玉スニーカーさんからいただいたリクエスト、柴崎コウで青い星。
びっくりしたこと、先週横浜のあるデパートでクリスマスの飾りがあるコーナーを見てた時、いきなりパーンという大きな音が。クリスマスツリーにぶら下がっていた球体のオーナメントの一つが落ちた音でした。それは割れもせずに店員さんがまた元に戻していましたが、音の大きさにびっくりしました。ということで、これもびっくりですね。やっぱり大きな音がするとね、やっぱりドキッとしちゃいますもんね。でも怪我もなくね、あの被害もなかったようでよかったですけれども。お送りした曲は水玉スニーカーさんからいただいたリクエスト、柴崎コウで青い星でした。時刻は5時45分30秒を回っています。ここでこの時間の交通情報、柴田千佳さんお願いします。はい、お伝えします。まずはじめに道路状況です。国道16号線横浜方面、橋本五差路静清でともに1キロ、小淵で2キロ、反対方向八王子方面、中和田、宇野森、小淵、橋本駅南入り口でそれぞれ1キロ、国道129号線八王子方面、橋本五差路で1キロ、反対方向厚木方面、関口で1キロ、町田街道横浜方面、町田市滝の沢で1キロ、反対方向相原方面、中央橋北滝の沢でともに1キロ、県道座間山都線相模原方面小松原で1キロ、鶴川街道相模原方面金井入り口で1キロ、北里通り国道16号方面へ向かう車、浅溝台入り口で3キロ、おしまいに村富線です。矢部方面星ヶ丘で2キロ、反対方向座間方面総武台団地入り口で1キロ渋滞しています。続いて電車の情報です。この時間周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。交通情報でした。はい、交通情報は、柴田千佳さんでした。ドライバーの皆さん、スピードの出しすぎには注意して、この後も安全運転をお続けください。次の交通情報は6時ごろお伝えします。ピザーラお届け情報。毎週金曜日はピザーラから美味しい情報をお届けしています。今日ご紹介するのは三つ星クォーターです。新商品の熟成ミートデラックスプレミアムマルゲリータの他に、人気商品のマスカルポーネの贅沢10種ピザ、テリヤキチキンの4種類が楽しめる期間限定のクォーターピザです。フレッシュバジル、オリーブオイルは別添えですので、お好みに合わせてお召し上がりください。三つ星クォーター、お値段は税別で M サイズ2480円、 L サイズ3730円です。それではその美味しい中身、もう少し詳しくご紹介しましょう。まずは熟成ミートデラックス。旨味を凝縮させた熟成サラミ、粗挽きでソフトな食感の熟成イタリアンサラミ、ペッパー風味で香り高い味わいの熟成ペッパーソーセージ、
アップルウッドで丁寧にスモークした熟成アップルウッドベーコン、こだわり抜いた4種類の熟成ミートで贅沢に仕上げたピザです。熟成ミートデラックス、お値段は税抜きで M サイズ2530円、 L サイズ3800円。続いてプレミアムマルゲリータ、ピザーラ大人気のマルゲリータを贅沢かつ豪華に仕上げました。2種類のトマトソースに2種類のフレッシュトマト、モッツァレラチーズも増量し、たっぷりのフレッシュバジルで味わうプレミアムなピザです。フレッシュバジル、オリーブオイルは別添えですので、お好みに合わせてお使いください。プレミアムマルゲリータ、お値段は M サイズ2230円、 L サイズ3360円です。それぞれでも美味しい、まとめて食べても美味しい、それがピザーラです。いつまでも飽きのこない味、ピザーラで食欲の秋を満喫してくださいね。以上、ピザーラお届け情報でした。五大五で銀河鉄道39。リクエストをくださったのはムツゴロウさん、メッセージも書いてきてくださっています。びっくりしたこと、もう30年以上前のこと、家族で父のふるさと宮城県に帰りました。台風一過の夜、満天の星空で天の川を見つけられないほど、その時光る飛行物体を見つけてびっくり、あ、 UFO だ、見てはいけないものを見てしまったと思ったら、あれは人工衛星だよと父が教えてくれました。肉眼で人工衛星を見られたこともびっくりでした。満天の星空で天の川を見つけられないほどの満天の星空っていうのもすごいですけれどもね、人工衛星を肉眼で見られたっていうのもやっぱりいい思い出ですね。メッセージリクエストありがとうございました。まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしています。今日のメッセージテーマはびっくりしたことです。メールの方は 839@fmhot.jp 839@fmhot.jp、 ファックスの方は 042-776-0839 042-776-0839、FM ホット839のホームページには番組へのメッセージフォームもありますので、こちらもご利用ください。お送りした曲はムツゴロウさんからのリクエスト、五大五で銀河鉄道39でした。この後は相模原インフォメーションをお送りします。
ほら、きっかけはどこにでもきっとあふれているはず。初めて見よう、もう一度自分らしくステップバイステップ。傘を持たず出かけた月曜日、そんな日に限って急に降り出した雨、心まで泣けてくる。飛び乗ったいつもの地下鉄は今日もラッシュアワー、足を踏まれる痛み、もう慣れてしまったよ。窓に揺れる渦の中をため息で雲、いつからこんな顔していたの私。次から次へせかされてく、巻き戻せない日々だから、もっと大事にしようよ。自分次第で変われるはず、新しい私へ。時刻は午後6時を回りました。改めましてこんばんは。夕焼けホット839、金曜日を担当しているのは古谷香織です。夕方4時からお送りしていますが、この後午後6時54分の東京町田インフォメーションまであと1時間ほどお付き合いください。さあ、もう外はすっかり暗くなっていて、だいぶね寒くなってきましたけれども、寒いのはねちょっと寒がりな私にとっては辛い季節になってきたなと思うんですが、それでも嬉しいのはイルミネーションがいろいろなところでね見られるようになったことではないでしょうか。やっぱり寒くなればなるほど空気も澄んでいてね、イルミネーションも綺麗に見ることができますよね。 FM ホット839でも今日スタジオに入ってきましたら、入り口のところに、クリスマスツリーが飾ってあったり、事務所にもねクリスマスツリーが飾ってあって、ちょっとクリスマスっぽさが出てきています。皆さんはもうクリスマスのイルミネーション見ましたか？これからね見に行かれる方はまだしばらく、あと1ヶ月ありますからね、楽しんでください。さあ、6時台のメニューですけれども、6時台でもリクエストいただいた曲をかけていきます。そして6時台の後半では全国のニュース。そして最後は東京町田インフォメーションお送りします。交通情報と天気予報は引き続き15分ごとにお送りします。それでは最後までどうぞお付き合いください。まずは交通情報と天気予報からお伝えします。交通情報と天気予報は柴田千佳さんです。よろしくお願いします。はい、それではまずはじめに道路状況をお伝えします。国道16号線横浜方面、橋本五差路、小淵、宇野森でそれぞれ1キロ、反対方向八王子方面、中和田で1キロ、小淵で2キロ、橋本駅南入り口で1キロ、国道129号線厚木方面、関口で1キロ、町田街道、相原方面、町田市中央橋北、滝の沢でともに1キロ、小山で2キロ、県道座間山都線、相模原方面、総武台団地入り口で2キロ、鶴川街道、相模原方面、金井入り口で2キロ、行幸道路、厚木方面、総武台前で1キロ、北里通り、昭和橋方面へ向かう車、西尾沼で1キロ、村富線、矢部方面、星ヶ丘で1キロ、反対方向、座間方面、総武台団地入り口で1キロ、おしまいに、市道小淵浅見台線です。小淵方面は小淵駅入り口で1キロ渋滞しています。続いて電車の情報です。この時間、周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。交通情報でした。
続いて天気予報です。今夜の天気は晴れでしょう。今夜この後の1ミリ以上の雨の降る確率は 10% となっています。続いて明日の天気は晴れで夕方から曇りでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は午前中は 0%、 お昼から夕方までは 10% となっています。明日朝の予想最低気温は2度、日中の最高気温は12度の予想です。天気予報でした。はい、交通情報と天気予報は柴田千佳さんでした。ドライバーの皆さん、シートベルトをしっかりと締めて、この後も安全運転をお続けください。次の交通情報は6時15分頃です。昨日は雪が降ったということで、今日はね、雪にまつわるリクエストをたくさんいただいていますね。ここでお送りする曲は、シロポロさんからいただいたリクエストです。レミオロメンで粉雪。
びっくりしたこと、住宅展示場内でのくじ引きで一等の景品のストーブを当てたことです。一等の品は2つだけで、そのうちの1つを当てた自分にびっくりでした。くじ運がいいんですかね。おめでとうございます。そんな白ポロさんからいただいたリクエストはレミオロメンで粉雪でした。代わってお送りする曲はザカさんからいただいたリクエストです。キロロで冬の歌。
流れてくる歌が季節を知らせる。初めて出会う今日という日が二度と戻らない年いい日になる。カップに注ぐ明日への希望心に溶けてゆく。あなたの街にも流れるメロディー、いつでも心に歌いかけてる。すぐそばに溢れてる素敵なこと、あなたにそっと伝えたい。今夜10時からのミュージックボックスはパーソナリティ、アラン・ヒルズの2人が担当している回なんですが、なんとミュージックボックス放送回数700回目の放送ということですね、いつもとはちょっと違ってパーソナリティ全員集合してお送りしています。私古谷香織、2週目の鈴音さん、3週目のミュージコさんも登場して、このあなたとホット839もですね、このメンバーで一緒にライブで歌ったりしています。いろいろな話もしました、懐かしい話もしました。ぜひね、700回記念のスペシャル放送、今夜10時からのミュージックボックスもお楽しみください。お送りした曲は FM ホット839のオリジナルソング、あなたとホット839でした。今日のメッセージテーマはびっくりしたことということでメッセージいただいています。名古屋の神戸秀正さん、ありがとうございます。ずっと使っていたプリンターが壊れてしまい、古くて修理ができないということで新しいのを購入したところ、機能がアップしていて価格が3分の1程度に下がっていました。スイッチを入れたところ、なんと画面タッチ式で説明をしてくれるのです。これには本当にびっくりしたことでした。今時の電化製品は技術革新が著しいのですね。びっくりしましたよね。え、新しくしたものが機能がアップして、しかも安くなっているっていうのも嬉しいですしね。どんどん機能も新しくなっていて、使いこなすのもね、なんか大変になってきていますけれども、でも新しくなってよかったですね。名古屋の神戸秀正さん、メッセージありがとうございました。お送りする曲はミュージックボックス2週目パーソナリティ鈴音さんで、愛が泣いている。
今度の日曜日11月27日の日曜日には町田ウエストボックスでライブがあります。鈴音さん、マージ&鈴音ツーマンライブ愛を歌う天使たちボリューム1ということで、夕方4時オープン、4時半スタート。前売りチケット3500円、当日4000円、ドリンク付きということで、ツーマンライブが行われます。この日はバンドでのね、ライブになるということで、ぜひぜひ町田ウエストボックスに皆さんお越しください。お送りした曲はミュージックボックス2週目パーソナリティ鈴音さんで愛が泣いてるでした。時刻は6時30分を回りました。夕焼けホット839、金曜日は古谷香織がお送りしています。それではこの時間の交通情報と天気予報、柴田千佳さんお願いします。はい、お伝えします。まずはじめに道路状況です。国道16号線横浜方面、橋本五差路小淵でともに1キロ、反対方向八王子方面中和田宇野森でともに1キロ、八王子街道相模原方面目黒で1キロ、国道129号線厚木方面関口金田でともに1キロ、町田街道横浜方面町田市小山で1キロ、辻で2キロ、反対方向相原方面木曽小山でともに2キロ、県道座間山都線相模原方面小松原総武台団地入り口で1キロ、鶴川街道相模原方面金井入り口で1キロ、行幸道路です。厚木方面総武台前で1キロ、おしまいに村富線です。座間方面は総武台団地入り口で1キロ渋滞しています。続いて電車の情報です。この時間周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。交通情報でした。続いて天気予報です。今夜の天気は晴れでしょう。今夜この後の1ミリ以上の雨の降る確率は 10% となっています。続いて明日の天気は晴れで、夕方から曇りでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は午前中は 0%、 お昼から夕方までは 10% となっています。明日朝の予想最低気温は2度、日中の最高気温は12度の予想です。天気予報でした。交通情報と天気予報は柴田千佳さんでした。ドライバーの皆さん、シートベルトをしっかりと締めて、この後も安全運転をお続けください。次にお届けするのが今日最後の交通情報です。6時45分ごろお伝えします。 CM の後はこの時間のニュースをお伝えします。年金制度改革法案が可決されました。
ここでこの時間のニュースをお伝えします。年金制度改革法案は先ほど衆議院の厚生労働委員会で与党側が採決に踏み切り賛成多数で可決されました。衆議院の厚生労働委員会は今日午後、安倍総理も出席して年金支給額の新たな改定ルールを盛り込んだ年金制度改革法案について質疑を行いました。物価が上がっても賃金が下がった局面では支給額を下げるなど年金の新たな改定ルールなどを盛り込んだ年金制度改革法案について政府与党は将来の年金水準確保法案と位置づけていますが、野党側は年金カット法案と批判し、今日も激しいやり取りが続きました。民進党、共産党などが激しく反対する中、与党側は先ほど午後5時前、採決に踏み切り、法案は賛成多数で可決されました。政府与党は29日、来週火曜日にも衆議院を通過させる考えで、今の国会での成立に万全を期すため、今月末までの臨時国会の会期を延長する方針です。東京都の小池知事が、今日午後の定例会見で、豊洲市場で盛り土が行われなかった問題に関して、歴代の市場長ら幹部18人を減給の懲戒処分にしたと発表しました。懲戒処分を受けた18人のうち、最も重い6ヶ月 20% の減給処分は、現副知事の中西満氏や岡田至氏ら、歴代の市場長3人、それに現在のオリンピック・パラリンピック準備局長、塩見清人氏と、盛り土を行わない方針を実質的に決定する会議を開いた宮永誠氏の合わせて5人で、小池知事はけじめをつけるとして自らの給与についても3ヶ月間5分の1減額することを明らかにしました。18人のうちすでに退職した元幹部は懲戒処分にできないため給与の自主返納を促すとしています。ロシアの国防省が北方領土の択捉島と国後島に新型の地対艦ミサイルを配備したとロシアのメディアが伝えたことを受けて、安倍総理は今日午前、参議院本会議でロシア側に遺憾の意を伝えたことを明らかにしました。また安倍総理は北方四島が日本固有の領土であるとする政府の原則的立場を重ねて示した上で、領土交渉については日露にとってウィンウィンの形で進めていくことが重要だと強調しました。このほか安倍総理は今日の参議院本会議でアメリカのニューヨークで行ったトランプ次期大統領との会談や南米ペルーでの APEC アジア太平洋経済協力会議の首脳会議における成果を報告しました。おしまいに株と円の動きです。今日の東京株式市場の平均株価終値は昨日より47円ほど高い18,381円22銭でした。一方、東京外国為替市場の円相場は昨日より18銭円高ドル安の1ドル113円13銭で大方の取引を終えました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
ここで一曲お届けします。私古谷香織で月の見えない夜も。お送りした曲は私古谷香織のフルアルバムムービングフォワードの中に収録されている曲、月の見えない夜もお送りしました。
時刻は6時45分を回りました。ここで今日最後の交通情報、柴田千佳さんお願いします。はい、お伝えします。まずはじめに道路状況です。はじめに高速道路の情報です。東名高速道路は上り線横浜町田インターチェンジ付近で8キロ渋滞しています。続いて一般道路です。国道16号線横浜方面、橋本五差路、小淵、宇野森でそれぞれ1キロ、反対方向八王子方面、中和田、宇野森、橋本駅南入り口でそれぞれ1キロ、八王子街道、相模原方面、目黒交番前、目黒でともに1キロ、国道129号線、厚木方面、金田で1キロ、町田街道、相原方面、町田市中央橋北、滝の沢、時和でそれぞれ1キロ、県道座間山都線、横浜中心部へ向かう車、下鶴まで1キロ、反対方向、相模原方面、小松原、総武台団地入り口でともに1キロ、鶴川街道、相模原方面、金井入り口で1キロ、行幸道路です。厚木方面、総武台前で1キロ、北里通り、国道16号方面へ向かう車、相模原公園入り口、西大沼でともに1キロ、反対方向、昭和橋方面、相模原公園入り口で1キロ。おしまいに村富線です。矢部方面は星ヶ丘で1キロ渋滞しています。続いて電車の情報です。この時間、周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。交通情報でした。交通情報は柴田千佳さんでした。ありがとうございました。ドライバーの皆さん、スピードの出しすぎには注意して、この後も安全運転をお続けください。以上、今日最後の交通情報でした。夕方4時からお送りしてきました夕焼けホット839、金曜日そろそろお別れの時間です。さあ、ここからは柴千佳ちゃんにも参加していただきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、まずはですね、いろいろとお知らせなどをしていきたいなと思うんですが、はい、先ほどもちょっとねご紹介しましたが、今夜10時からのミュージックボックスなんですけれども、なんと今夜の放送が放送700回ということで、ね、気がつけば私は初期からずっとパーソナリティとして参加させていただいているんですけれども、はい、気がつけば700回という感じで、今日は4週目ということで、はい、アランヒルズの2人がパーソナリティの回なんですけれども、はい、まあ、2人が、ゲストに私古谷香織、1週目担当の私と2週目担当パーソナリティの鈴音さん、3週目のミュージコさんを、まあ、ゲストに迎えてみたいな感じでね、いろいろと今までのミュージックボックスの思い出とか、うんうん、いろんな話をしております、うんうん、そして先ほどもちょっとお話ししましたけれども、 FM ホット839のオリジナルソング、あなたとホット839、はい、ね、これは8人のアーティストで歌っているんですが、うん、ミュージックボックスのパーソナリティもみんな参加しているので、はい、なかなかね、みんなで集まって一緒に歌を歌う機会っていうのがないので、うんうん、今回はスペシャルな感じで、はい、みんなであなたとホット839、5人でですね歌っておりますので、5人バージョンぜひ聴いていただきたいと思います。楽しみですね。はい、そして放送が終わったら今度ですね、11月28日の月曜日にはミュージックボックスの公開収録も控えております。
この日は3本撮りで、私古谷香織、鈴音さん、ミュージコさんの3組ですね。なので3本収録となっています。会場はおなじみですが町田ウエストボックスですね。で、時間の方が夕方6時オープン、6時半ぐらいのスタートで、入場料は1000円ワンドリンク付きで3本収録ありますので、ぜひね、こちらの方にも足を運んでいただきたいと思います。お待ちしています。さあ、明日は土曜日ですけれども、はい、土曜ホットミュージックの方はどうなってるんでしょうか。吉田有美ちゃんが担当会となります、はい、はい、ということで、有美ちゃんの担当会なんですけれども、うん、この時期はね、本当にイベントが多い時期ですからね、うん、目白押しなので、その中でもピックアップして皆さんにお伝えしようと思います。はい、はい、ということで、明日のね、朝8時39分からの土曜ホットミュージックの方もぜひ聞いてください。お願いします。さあ、昨日は雪が降ってで、はい、ね、すごく11月に雪が降るっていうのは本当に珍しいことだったらしいんですが、しばちかちゃんは外出したりしました？雪の中。しました。ここに来ました。あ、本当。大丈夫でした？大丈夫でした。でも、うん、生まれて初めて5分ぐらい外歩いただけで、うん、傘が真っ白になるという、透明な傘が真っ白になるっていうことを経験しました。なんかしばちかちゃんは静岡県の出身ですけれども、はい、そうなんです。静岡ってあんまり雪が降らないって聞いて、降らないんです。本当ですか？降ったとしても、うん、すぐに地面についた瞬間溶けちゃうような雪で、あんまり積もるほどの雪っていうのはそんなにじゃあ経験してないっていうことですかね。静岡にいた時に一度あったかないかったかぐらいです、うん、あ、ね、じゃああんまり雪に慣れてないと、うん、雪道を歩くのとかも結構、ね、滑らないかすごい心配でした、ね、はい。まあ、今年の初雪は本当に早かったですけれども、これからね、まだまだ雪降る機会あると思いますので、はい、皆さんもね、雪の日には気をつけてね、うん、外出する際には気をつけていただきたいと思います。そうですね。さあ、そして今日はメッセージテーマ、びっくりしたことということでね、皆さんからメッセージご紹介して、皆さんからいただいたメッセージご紹介してきましたけれども、はい、本当にたくさんのメッセージ、それからリクエストもありがとうございました。ありがとうございました。まあ、なんかびっくりすることって結構日々ありますよね、うん、今日はなんかしばちかちゃんも日さんが髪の毛を切ったってびっくりしてましたけど驚きですね。一つ一つが驚きです。そんな些細なこともね、はい、なんか驚けるっていうのなんか新鮮でいいよね。はい、ということでね、皆さん本当に今日も、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ということで、夕焼けホット839、来週はね、月曜日、カズマルさんの担当になります。そして金曜日、もう来週は12月ですね。12月に入ったら、はい、12月はですね、はい、放送の方は4回ですね。30日の金曜日はベストソングということで特別番組を放送する予定になっておりますので、はい、夕焼けホット839金曜日も残すところあと4回の放送となりますので、ぜひね、お忙しいと思いますけれど、皆さん4回の放送もぜひお付き合いいただければと思います、はい、さあ、まだね、寒くなっていますので、皆さんくれぐれも体調管理には気をつけて、この後もね、お過ごしいただきたいと思います。ここまでのお相手は私古谷香織と柴田千佳でした。この後も素敵な週末をお過ごしください。そして、この後は東京町田インフォメーションですね、 FM ホット839を聞いてお過ごしください。